音符の v フ頭が中央線上にある踏み木は上を向いたり下を向いたりする。一般的にはこの線より低い位置にあるときは踏み木は上向き、高い位置にあるときは下向きである。踏み木は不頭に直接つながっている細い垂直線である。上を向いていることもあれば下を向いていることもある。違う向きを向いた踏み木は同じ五線符に書かれた ポリフォニック音楽のセーブを示す。一つのセーブ内では、通常、中央線上の音符もしくは、それより、上の音符は踏み木が下を向き、下の音符では上を向く。踏み木がふ頭から上を向いている場合、ふ頭の右から出るが、下を向いている場合、ふ頭の左から出る。このルールには、例外がある。和音に二度が含まれる場合、踏み木は二つの音符の間を通り、 高い方の音符を踏み木の右側に、低い方の音符を左側に配置する。和音に奇数個の音符の集まりが二度間隔で含まれている場合、外側の2つは踏み木の正しい側になるが、中間の音符は間違った側になる。踏み木の長さは五線不上の1オクターブの長さがよく、踏み木がどの方向を向いているかにより太当より1オクターブ、高いもしくは低いオクターブになる。 ふわ玉が五線譜の中央線から1オクターブ以上離れた河川上にある場合、踏み木は中央線に触れるように伸びる。二つのパートが同じ五線譜上に書かれるポリフォニック音楽では音楽を視覚的に五線譜中央に保つために通常踏み木は短くなる。踏み木はリズムやその他の演奏方法を変更するために様々な方法で変更することができる。例えば、 踏み木に斜線が入っている音符はトレモロで演奏される。ありがとうございます。